久保建英のリバプール報道。期待値はかなり高い模様。イングランドの名門リバプールが、日本代表ミッドフィルダー久保建英23レアルソシエダード、獲得に向け契約金移籍金、6500万ユーロ約111億4500万円、年俸1500万ユーロ約25億7000万円を、用意していることが19日までに分かった。複数のイングランド関係者が明かした、移籍が成立すれば、共に、日本サッカー史上最高額の契約となる。スポニチさんの記事であるが、今回の報道はかなり期待できるのではないかと、5ちゃんで話題になっている。これスポニチの独自取材かな？複数のイングランド関係者って誰や？ここに来て動きが出てきた。さあどうなる？スポニチか。ソシエダのおかわり来日を、早めにすっぱ抜いてたしワンチャンあるか？スポニチ定期、まあガセだろう。俺はスポニチを信じるぞ。去年のマンユーザイオンにオファー、今年のサウサンプトン菅原を、独自取材で当ててたのがスポニチ。まあこれはもう確定よ。いやスポニチ信じるとか信じないとかじゃなくて、このタイミングで独自ソースの、嘘記事出す意味がないからな。ジェルがリバプールのスポンサーなんだよね。ジェル経由で情報入手とかならわかる。クボが動くとなるとスポンサーも激動だからな。そっち方面で騒がしくなって、情報漏れてくるパターンはある。菅原セインツも、スポニチのイングランド関係者からだったし、ザイオンもスポニチ出した分ガチソースあるパターンの、スポニチ記事と思ってるんだが、嘘にしては金額が具体的に書きすぎてんだよな。まさか契約解除金満額どころか上乗せた額に、年俸まで記載してるあたりがなんか具体的なんだよね。スポニチ独自のルートで情報を得てるのかね。まあでもスポニチ以外で情報欲しいな。さすがにこれだけで踊るのは少々きつい。放置や日刊あたりが続報出してくれればな。スポニチは最近いろいろ当ててるから、信憑性が中途半端にあって、おもろい。